の年から見れば随分あったかい。あったかあったか。雪がしょっとこないで。ジンはこの時期の内容は初めて。そうやろ。80いくつ何年生きちゃうけど、はい、初めて。いつまで積雪どんぐらいあるんですか？1メートル50か。大体ここの辺は2メートル50ぐらい。今年で18回目のイベントになります。2020年前に富山国体ありまして、その時にもともと上平村で雪祭りというのをやってましたが、2000年国体をきっかけにちょっと一旦それが中止になって、それでもやっぱり冬なんかね、こうにぎわいが欲しいなということで、じゃあ合掌造りをライトアップしてみようということで始まったのがこの雪明かり。ポイチンさん、ご存知ですか？初めて聞きます。ちょっと簡単に説明をさせていただきますと、あんまりこう平野部とかにはいない鳥なんですけれども、その最珍という小鳥が合掌造りの家の中に水を引き込むための鳥、雨鳥とかって言いますよね。こうほら屋根から落ちてくる水をこうね、落とす、でその受けて落とす、その、昔は水道とかないですから、この近くの谷川からその鳥というものを使って家の中に水を引き込んで、でそれが生活用水になったり、冬のちょうど今ぐらいの時期だと水が冷たくて紙すきの作業なんかに使うんです。でその鳥自体にさえずる小鳥、最珍、鳥の最珍、この言葉が詰まって、鳥珍さん、その最珍の様子を歌に表して、本当にテンポのいい民謡で、可愛らしく踊るのが特徴でございます。